ドクター鈴木のいかがお過ごしですか。今週もトーランスにあります鈴木クリニックにお邪魔いたしております。鈴木先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回アレルギーのお話を伺ったんですが、はい、その収録の後にですね、はい、先生にサイナス、はい、副鼻腔炎のお話を伺ったんですが、これちょっと興味深いので皆さんにもぜひ。はい、わかりました。アレルギーで鼻がたくさん出ますよね、うん、それでちょっとそれをほっといてしまったりすると、鼻の奥っていうのはいろんな小さい部屋みたいな仕切りみたいなのがたくさんありまして、はい、それでそこに鼻水が溜まってしまうんですよね。それをちょっとほっといてしまったりしますと、そこからバクテリアが発生しまして、そこがうんでしてしまうんですよね。うん、そうするとすごく頭が痛くなってきたりですとか、うん、熱が出たり、はい、人によってはなんか目の周りが痛かったりですとか、うん、上の歯茎、はい、だから最初歯が痛いんじゃないかということで歯医者さんに行かれたですとか、はい、分かりづらいことがあるんですけれども、うん、そういった症状を引き起こしてしまうことがあります。イメージ的には例えば5階建てのビルがあって、はい、3階までは人が入ってて風通しがよくって、はい、だけど4階5階は無人で穴が開いてて、はい、雨水とか、はい、まあそんな、そうですね、ね、でカビが生えてとか、そんな感じですねやっぱりバクテリアが繁殖しやすい環境になっちゃってるっていうことですよね、うん、じゃあアレルギーで鼻水、はいはい、でもしくは鼻炎で鼻水、はい、そういった方が、はい、まあお医者さんに行かないで、はい、鼻チーンとかね、はい、そういう状況を続けてらっしゃると溜まっていってしまって副鼻腔炎になっていってしまう可能性があります。耳鼻科に行かなきゃっていうイメージがあるんですけど、はい、うん、まあ、これもとりあえず主治医のプライマリーケアの先生に相談していただいて、うん、それでまあそういった診断を受けて副鼻腔炎でしたら、やはり抗生物質と、あと炎症を抑えるお薬ですとかが大概の場合は処方されることが多いですね、はい、うん、鼻水出るから鼻チーンってね、はい、するだけじゃやっぱりダメなんですか。まあ、マイルドなケースで症状は何もなくなって頭も痛くなくて、もう鼻水も止まってしまえば、うん、まあ、それでもいいんですけれども、うん、やはりそれを数日間ほっといて鼻が詰まってってしまって、うん、頭が痛くなってきたりとかすると機械も受診された方がいいですね。つながってるんですね、はい、そうですね、つながってますね、うん、あとやはり同じ副鼻腔炎でそういったことで頭が痛くなったりとかすることもありますが、その副鼻腔炎の他にやはりその同じ頭痛で紛らわしいのが偏頭痛とかですよね、あとやはり緊張型頭痛ですとか、同じ頭痛でもちょっとその原因が鼻水とかそういうのから来る場合と全く違うことから来ることもありますので、やはりちょっとただの頭痛とかそういう鼻づまり頭痛とかいうのをご自分で自己判断しないで、やはり相談されるといいと思います。かかりつけのお医者さんお持ちでない場合はトーランスに、はい、ドクター鈴木の鈴木クリニックございますので鈴木先生のところに、はい、あ、この方ですかってね、言っていただければわかりました。あと耳、はい、もつながってると思うので。そうですね、鼻と耳はつながってます ね、またそのお話、はい、そうですね、はい、次週です、はい、お願いできたらと思うんですが、はい、わかりました、はい、では先生今週もありがとうございました、はい、ありがとうございました。ドクター鈴木のいかがお過ごしですか。この時間は鈴木クリニックの提供でお送りいたしました。